おはようございまーす。あんたが悪いの、うるせえんだよ、こんな野郎、ほんとによ。前日、誕生日の前日、喧嘩売ってんの、マジで。え？明日になったら39歳になっちゃうんだよ、私は。ね、残りわずか、来年になったら40歳になっちゃうの。最後の30代の年なの。いい加減して、ほんとに。え？いい加減してちょうだい、ほんとに。終わっちゃうんだよ、30が。今のうちに喧嘩しとこう。今日はね、話聞いてる？大丈夫？土曜日っていつもこうだよね。聞いてないよね。うんとか早いとこないの説明しろって言ったから説明してんのにさ、私。何も反応しないから聞いてねえのかしらと思うよ。全部流れをね、今説明してんのに、誰も聞いてないんだもん。説明してって言ったからじゃ説明してんのにね。で、なんだろう、私オペレーターじゃねえんだけど。いや、最初に飛んだ人さ、なんか違うじゃん。でしょ？最初に飛んでもいいんだけど、なんか中盤はなんかおかしいし、みたいな。中盤だとなんか、ぐだるし、みたいな。やっぱ最後に鳥で飛んだ方がいいと思うんだよね。なんか、ひどんなちゃんが、私の前だと怖いよね。紐が緩んじゃうかな。ね。怖くない？ひどんなちゃんとかね、重い人の後って怖いね。バンジーの紐が、だって同じの使うかな。ね、切れちゃったりしたらどうしよう、みたいな。最終体重測定ここでやってこっかな。ねえ、みんなの体重ちょっと測ってみる？あとでさ、みんな集まった時に。早いよ、ママ。喉かいた。寝れた？ちょっと。うん、寝た。ほんと？どう？おはようのハグは？おはようのハグ。元気、今日も。元気。あー、やばい。寝れた？寝た。寒くなかったの？寒くない。寝たの？私が元気になっちゃったみたいな。でも、レイ君はあれだったよ。結構ね、リア凸来てんだって。お布施もらったりとかしてんだって。私と絡んでかな。なんか女のリスナーさんとかが結構来てるらしい。で、私も配信見てたら3位、あれから4人とかね。そう。なんかお土産持ってきたり一緒にご飯食べたりとかさ、結構プレゼントもらったりお布施もらったりしてんだよね。ファンがね増えたよね。うん。で、収入もね、収入も10万円ぐらいから30万円に増えたの。3倍にすごくない？ね。で、逆にね、昔付き合ってたポルポン、私と付き合ってた時は80万円月収があったんだって、月。でも今30万円だって。そう、下がっちゃったみたいな。もう借金って感じでね。借金って感じ。ケンジ君突来るの。そんな感動的なエピソードあるの、まさか。三重県かな。あ、まーゆんちゃんおはよう、まーゆんちゃん。まーゆんちゃんおはよう。天国から見てるかな、まーゆんちゃん。まーゆんちゃんが来たよ、みんな。まーゆんちゃんもね、バンジージャンプね、毎年楽しみにしててさ、毎年ね、奈々ちゃん頑張ってねってさ、ね、こう送り出してくれてたんだけど、LINE とか来てね。やっぱ お誕生日のおめでとうもさ、毎年くれたし、ね、もちろんプレゼントもね、毎年くれたしさ、うん、ね。で、言ってたんで、まゆちゃんも、私も一緒に飛びたいって。ね、一度でいいから、ななちゃんと、ね、一緒にバンジージャンプを飛んでみたいなってずっとね、言ってたの。だからそういう気持ちもね、今回ね、ね、込めてね、見てるかなと思って飛ぼうね。うん。そう。でも、ケンジ君来たらさらに盛り上がるかもしんないよね。ケンジ君もね。で、
三重県からさ、ね、別れた彼氏がやってきて、応援しに来るという展開も考えられんじゃね？みんな。そういう感動の展開みたいな。ドラマみたいなさ。ないかな、そういうの。期待しすぎ？それがサプライズみたいなのどうだった？どう？誕生日プレゼントサプライズだっつってさ、俺はノリしかあげない男じゃねえっつってさ、俺が来ちゃったみたいなさ、ナナ愛してるみたいなさ、ギュッてやってよく頑張ったなポンポンみたいなさ、寂しい。どう？どうかしな。ファッとね。ファットさん。サラツヤでしょ？オッケー。なんか下ダサくね？え？下ダサくね？下ダサいって何？ズボン。うわあ、あれよ、もらったやつだよ。いやいや、そういうのは聞いてないんだけど。その合わせ方がなんかちょっと変じゃないって。なんで？ウィンドブレーカーにジャージ、アウトドアじゃん。何しに行くの？え？アウトドアです。何しに行くの？キャンプだよ。はい。おめえらの方がかっこあってねえんじゃないか、そのチャラチャラしやがって。ふざけんなよ。チャラチャラすんなよ。キャンプなんだよ。なあ、もうね、キャンプ、もろキャンプでしょ。それで帽子かぶんだから、これ。めっちゃキャンプじゃん。え、キャンプ感出さないとさ、これでこうだよ、こうね。こうね、大ごとよ。いや、登山とかでアウトドアなの。違う、みんなね、だからね、デートしに行くわけじゃない。キャンプをやるの。キャンプ感を出さないと、普通の。オーライじゃないでしょ。じゃ、帽子やめよっかな。一応持ってっか。いや、コスプレ配信じゃないっつうの。本当にひどいよね、あなたたちね。なに、あれ、あれすっぴんでも女に見えるっしょ？見えない。誰が言った今。どっちが言った？たくまくんが言ったの？なんかクソガキだからだろ？ねえ。経験不足なんだよ。自分の尺度で言わないでくれるって感じ。ひーちゃんはひーちゃんでいいじゃん。だってすっぴん見たことある？ただのおっさんだぜ。メイクしないと逆にやばいわ、あの人はな。だろ？ヒロキになっちゃうんだかな。なあ、後でカツラとかずれちゃったら大変よ、ヒロキが。そうだよ。私はひーちゃんよりは女に見えるからね。あっちはただのおっさんだよ、ほんとに。熊のプーさんみたいな顔してんじゃん。で、いいの？あっちはあっち、こっちはこっちだかな。私のイベントなんでうるせえな、ガチャガチャ、こう、ほら。おい、おい、おい。ほら。うるせえんだよ。私がいいって言えばいいんだよ、今回はな。私がルール従え、お前らも。な、私のもんなんだよ、今回な。従えんのかって見てる方も。イエスと言ったらイエス。ノーと言ったらノー。ね、グレーはありません、中間は。あ、おはようございます。はじめまして。すいません。山ちゃんです。ちょっと待ってね、みんなね、今、準備するわ。そうなんだろうな。おー！おはよう。ごめんね、なんか一回帰ったみたいなの？あ、いや、なんか上着もあったし。うん。ついでになんか、あの、ひげ剃りとかも持ってきてなかったんで。あ、そうなんだ。あの、M 氏が憑依してます。あ、皆さんおはよう。ね、みんなおはよう。今日ね、僕もなんかあのモンジョリのあのキャンプに呼んでもらったから、うん、絶対ないよね。よろしくね。絶対ない組み合わせ。いやー、バンジー楽しみだな。バンジー本当に。今ね、最近はね、北朝鮮がミサイルをね、
たくさん撃ってるんだけど、北朝鮮がね、ミサイルを撃ってる状況なんだけど、僕らはね、まあ、バンジーに行って楽しもうかなって感じなんだよね。めっちゃ似てんだけど。笑い方やば。クオリティ上がってるよね。なんか今なんか、ちょっと誹謗中傷みたいなのありましたよ。何？あ、何？あー、いらない、あー、そのコメントした人今、今ブロックしました。で、スパム報告もしたんで、あ、これで見れなくなりますね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ。ね。あとね、あの、開示請求もできるからね。匿名コメントでコメントしてる人も、開示請求できるから、まあそこら辺気をつけた方がいいかなっていうところだよ。訴えるんだ、訴えんの？水谷先生。あ、まあそうだね。まああの、民事と刑事の両方で行くから、そこは。うん、そうですよね。まあ残念だったね。うん。うん、よし、自分の OK。あ、というわけでね、皆さん、お茶、コイン、お願いします。お茶、コイン、お願いします。端からひどんなちゃんでーす。どうも、はじめまして。ひどんなです。ふわっち。YouTube やってます。どうも、どやさ、どやさ、どやさ、ありがとう。よろしくお願いします。イェーイ。ふじみちゃんでーす。よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。ふじみのどやさん。いつもお世話になってます。じゃあ、今回はこの3人でね、おかまで。あ、そうですね。ね。うん、こまえくん。俺、うん、一応ね、知らない人もいるかもしれないけど、ね、こんな人数見てんだから、ね、どうも、あ、ちょっとね、ごめんね大丈夫すごいね、もう暑いわ、この辺暑いっしょ暑いね、いつも暑いだ誰警察で置いといてください警察荷物じゃない荷物あ、荷物かあ、どうも、あの、駒井優也と申しますよろしくお願いしますツイキャス配信者でございますで、お願いしますオッケーあダッスですよろしくお願いしますイエーイツイキャスツイキャス両方だねしまってますしますあとポルポンポルポンですよろしくお願いしますフワッチあ、フワッチ配信者ですレイくん麦わらのレイです、ツイキャスがメインでやってますよろしくお願いしますレイくん あもう言わないでも来ちゃったフワッチのタグマです今回はヘイト全部もらうんでよろしくお願いしますピーちゃんの顔苦手大丈夫私まだ初対面なんですよあそっか初対面だもんねみんなねほぼちょっと分かんなくてじゃあ次山ちゃんじゃあ僕行きますそうだよね、ほぼほぼ初対面だもんね山ちゃんです、よろしくお願いしますお願いします山ちゃんツイキャスツイキャス、そうですね、ツイキャスです、はいお願いしますお願いしますよろしく誰ってないあと僕あ、こよくんだはいなんか熱くなってきたらしいねこよくんですあの、ふわっちでやってますよろしくお願いしますこよくんよろしくこれでみんなかな山ちゃんもこちらやってくえ、私もあ、そうね。モンジュリでーす。よろしく。すごいね、10人。